みんな喜べ。この度劇場版501舞台発進しますが、劇場でイベント上映されることになったぞ。もうみんなどうした？少佐、その情報すでにみんな知ってるよ。どっかが間違えて先出ししちゃったじゃん。悪いのはどこなんでしょうね。はあ、今こそネウロイに来てほしいです。そう責めるな。人間誰しも間違いはある。逆に考えて話題が作れてよかったと思うではないか。そういうわけで改めて劇場版501舞台発進します。この秋劇場にてイベント上映だ。へえ、これが劇場版のティザーイラストなんですね。おお、しずかちゃんがいる。というか、なぜお姫様抱っこされてる私。なんか懐かしい感じのイラストだね。パロディ、オマージュ、リスペクトだ。ストライクウィッチーズ劇場版501舞台発進しますは2019年10月4日金曜日からEJ アニメシアター新宿ほか全国公開決定だ。入場者特典もいろいろと用意しているみたいです。第1弾はカオス TCG カードです。それ以降の入場者特典は後日公開です。初日舞台挨拶とかあるのかな。楽しみだね。詳しくはアニメ公式サイトをご確認くださいね。それでは皆よ、劇場でお待ちしております。